これから列車は別のトンネル通過してまいります。その中で最初に入りますトンネルが秋田県内で一番長いトンネルの12段トンネルです。長さは5697メートルあります。向かって 4.7 キロほど上り、1キロほど下ります。横曲がりが一切なくまっすぐのトンネルなんです。7分ほどかけて抜けますと仙北市に入ります。だいぶ経過しましたけれども、まだ後ろの方入り口見えております。天候や時間帯の時間帯ですが、まもなく前の方の出口が見えてきまして、後ろの入り口と両方見える区間15秒から20秒間ございます。
け出しみたいになってるんですね。 4.7 キロほど登って1キロほど下ります。横曲がりが一切ないトンネルとなっております。今高野府方面から国分寺方面に向かう場合は上りが長いため、7分ほどかけて抜けますこちらのトンネルですが、反対に国分寺方面から高野府方面に向かう場合は下りが長くなります。同じトンネルですが5分ほどで抜けてしまいます。この自治のトンネルは平成5年4月に全線開業する、11年前の昭和53年の国鉄の頃に貫通するトンネルです。また先ほどまでの方ご存知でもしていないかと思います。それは温度の変化があまりないということで溶接して一本のレールになっているんです。出口が近づいてまいりますが、またまたご存知としてまいります。見えてまいります。後ろと両方見えております。まもなく後ろを消えてしまいます。出口が近づいてまいりますので、またまたボタンを落としてまいります。トンネルを抜けますと、またすぐ別のトンネルに入りまして、ただ、これはここでつなぎます。仙北市の方に入ってまいります。こちらの仙北市、上口が近くなります。
毎年2月10日、上古水揚げで古書の行事があります。水時代から伝わる伝統行事で、和紙で作られた巨大な紙風船に、美人画や召し上がり、願い事が書かれた3メートルから8メートル余りの大きな紙風船を、五穀豊穣、家内安全などの願いを込めて、万風の風呂に打ち上げられます。100個余りの風船がゆっくりと飛び降りる様子は、幻想的で秋田を代表する風物詩となっております。水色の車両にご乗車いただいておりますけれども、内陸線で下の色は7色ございます。もともとは白地に赤の線が入った車両だったんですけれども、2003年色になりまして、列車の色をカラフルに7色になっております。その8車両すべてが犬子列車となっております。前の方に止まっております列車、何色の列車がおりますか、どうぞご覧くださいませ。下一站是松叶。
今進行方向を左手に向いております建物は紙風船館、そしてその隣の広場で毎年2月10日紙風船揚げが行われます。毎年2月10日、曜日に関係なく2月10日で決まっております。財布はですね、普段1両で走っております列車2両とか3両とか凍結いたしまして、臨時列車とはこういたしまして皆様のお越しをお待ちいたしております。皆様ご存知の通り、糸沢湖は日本一深い湖で知られておりまして、
深さは 423.4 メートルあります。天気によっては湖面色が違って見えるので、天気の水の色も言われております。Thank you.
接続いたします安田駅は駅から歩いて5分のところに面積密度とも日本一となっております。片栗の温泉地があります。春毎年4月中旬から下旬にかけて国産である太平洋恵みや送り返しに自生しており、その規模は20ヘクタール、東京農家の4点に5分にも及びます。地元では固いこと前まで離脱しないそうです。毎年種の花を咲かせ、見頃の頃には送り返し全体に薄紫色の絨毯を敷き詰めたようになります。西明寺は日本一大きな国、西明寺に訪れるところとして知られております。大きいものでは赤ちゃんの握り拳ぐらいで5センチから6センチもあるということです。西明寺では5つのグラウンドが栽培されておりまして、秋田藩主佐竹公が京都の丹波地方、岐阜の美濃養老地方からの種を取り寄せ、栽培を奨励したのが始まりと言われております。
Our next stop is the final destination, Katsunodate. Katsunodate. お疲れ様でした。まもなく終点国分寺に到着いたします。ごめんなさい、お忘れ物、落とし物のございませんようご注意ください。本日ご一緒させていただきましたちなみに運転士さくらが学校センター直草薙でした。本日も秋田内陸線急行森吉号犬子でした。ご乗車いただきまして誠にありがとうございました。またのご乗車心よりお待ちいたしております。Thank you.
お疲れ様でした。まずく小倉線の終点角野立、角野立駅到着です。降りずは右側です。本日の乗車券、急行券、運賃等は駅改札へお渡しください。本日の乗車券、急行券、運賃等は駅改札へお渡しください。乗り際は、お忘れ物、落とし物のお忘れ物をご注意ください。 本日も、お疲れ様でした。ありがとうございました。まずく終点の角野立到着です。降り口は右側です。ご乗車ありがとうございました。